岐阜県教育委員会によりますと県立池田高校の運動部の男性顧問はおととし9月対外試合に負けた部員に対し「全員丸坊主にするか俺が辞めるかなど」と丸刈りを強要するような発言をしていましたその後部員のうち16人が丸刈りにしましたが男性顧問は去年3月にも髪が伸びてきた部員に対し「 次の練習までに切ってこなかったら殴るぞと発言したということです県教委は不適切な指導と認定し男性顧問を文書勲告の処分としていますうん、まあこういったことの背景には昔はこうだったから俺はこうだ俺はこうやられたからみたいな指導法とか考え方とのアップデートされてなかったっていうことかもしれませんね,そうで,すねでは深掘りしていきます 長く現場で教えている方々は時代の変化にどのように対応しているのでしょうか高校野球の名門校を取材しました取材班が向かったのは愛知県春日井市愛工大名電高校野球部春夏通算25回の甲子園出場を誇る名門です倉野光男監督は指導者になって44年 高知時代にはイチローさん工藤公康さん山崎武さんなどを指導したほか愛工大名電を甲子園常連校に育てました頭髪のことだとか持ち物のことだとか学校のルールとかいろんなことがこれも我々は当たり前だなって言ったことが今は変わってきてますから、まあ、それは敏感に教員や部活指導員 我々のようなそういったチームを率いる指導者っていうのはね、あの周囲を見ながら感じながらやっぱり対応するべきだと思いますよね。スポーツの世界でも社会の変化に対応していく必要性を感じているというクナノ監督。体で覚える。一回じゃない、十回じゃない、もう千回、一万回、答えが出てないものを一生懸命体で数を重ねて。 覚えてていいくっっううのが昭和だったと思うんですよね令和になって分析スポーツサイエンスっていうんですか我々が得ることができなかった数値とか映像とかそういったものを駆使して自分を高めていくとその時代の生徒たちを取り巻く環境を理解しタブレット端末を使うなど指導方法をアップデートしているといいます。 キャッチャーミットに入ったボールを見て、投げたボールをまたイメージしとるんで。ですから私が現役の時にやってたことを、今の選手にやれよということは言いませんし、そしてやはり平成の時代30年の中で、いろいろと変わってきたことを令和になってもそのままやれということもありません。指導者はあくまでも時代の変化に合わせ、環境を整えることが仕事だと言います。 こうした柔軟な考えができるようにするためにしていることがあるそうで私自身のね、メンタルトレーニングっていうんですかね、雪山に登ったりも、まあ、自分がその知らないことを1人でやることの自分自身の気持ちの弱さとか小ささ、そういったものを自分で知るとか、そこには自戒の念を込めているという倉野監督。 教える身っていうのはどうしても教えられる立場っていうのを忘れてしまいますから教えてもらう立場ですねそれを常に作りながら忘れないように教える、教えられるっていうのを両方一方通行じゃなくて行きき来しななゃいけないけと、うんまあ、令和の時代に、ね、え倉野監督のお話いただきましたけどもどう,そう環境を作っていくかという、ね なかなかの難しいところあると思うんですね。すねあのあの社会が変わったんだからとか、ええ、あの時代が変わったんだからってよくふういますけど、じゃあ何が変わって何がいけなくなっているのかってそう簡単にわかることではないと思うんですね。はい、となるとあのどこに答えがあるのかって難しいところだと思うんですね。はい、私があの好きな言葉の中にあの変わらずに生きていこうとしたら変わらなければならないんですと。あ いうことがあってですね。はいえー、そこそん中に全部込められているような気がするんですね。うんうん、で今回の場合、そ池田高校で言えばですね、相手はその時どう受け止めてたのかっていうのは抜けてると思うんですよ。はい、だって2年前の話じゃないですか。そうですね。でその時に皆さんがどう思ったのかで、なんで2年後にそれが問題になったのかということを含めてですね。はい、ただ単にそれダメだよそういう時代じゃないんだよということではですね繰り返されるだけだと思うんですね。 えっと柴田さん、部活ではないけどバレエをやっていて、はいクラシックバレエを15年やってたんですけれども、はい、いわゆる昭和の指導でしたね<ー>すごく先生厳しくて、はい、水飲んじゃだめでした。あ ですからアップデートされてることを信じてますけれども、うん。ね <laughs> はい、まあ今あのテクニックとかそういうのってそれこそ YouTube とかそういったもので見られるので、うん、でね、要はあの自分がどれだけそれを知りたいのか身につけたいのかっていう心に火をつけるっていう、うんうん。そうですね。そういうことなんじゃないですか、ね。あのデータを駆使しているとか、ある子どもたちにこうやってタブレットで教えるとか、えー、もちろんそれ大事だと思うんですね。ただじゃあ精神というものがなくなっちゃっててもいいんですか。うん っていうと、やっぱり、別にその大会に限らずですね、はい。そこに流れてる精神というのは、私は失っちゃいけないと思うんですね、うん。はい、いかにその気にさせるかということですね、はい。